しくね、白波。ベレル軍の自動操縦プログラムはこの半年で完全に解析されているわ。クーデター当時と変わらない動きをするはずです。甘く見ないでね。了解しました。実戦と考えて行動します。お、なんだか燃えてんな。いいんじゃない、派手にやりましょう。うっぷんを晴らすのだ。うっぷん、仮想敵軍こちらに接近中。隊長、号令を。よし、リューエンジェル隊全機3回攻撃開始だ。了解です。
わかったわ。こちらルクシオール。加藤、イグ、すべて沈黙させました。はい、こちらでも確認しました。ベレル軍の船と戦闘なんて二度とないと思ってましたよ。ご苦労様、帰還してください。了解です。格納庫に連絡。紋章機着艦シーケンス準備。了解。無事に終わってよかったですね。そうね。な、何？センサーに敵。何ですって？おそらく増援です。ちょっと、これは模擬戦闘よ。どうして増援なんて。ナッツミルク隊員、実戦ではこれくらい当たり前でしょう。あ、あではありません。早く対処してください。はい。ルクシオールから白波少尉。はい、白波です。エンジェル隊前期、その場で待機。え、一体どうしたんですか？とにかくそこで待機してて。了解。敵の数をスキャンして。はい。数2、データベースによると巡洋艦です。配置を紋章機に転送。了解。カズヤ君、聞いてたでしょ？今データが来ました。新手なんですね。そう、迎撃に当たって。了解です。エンゼル隊前期、向かいます。ルクシオールとの距離はかなりあります。落ち着いて対処して、カズヤ君。はい、任せてください。紋章機、進路反転、敵巡洋艦に向かっています。まさか増援が来るなんて思いもしなかった。紋章機、巡洋艦と接触、戦闘を開始しました。まったく。え？ブリーフィングの時にあれほど念を押したというのに。あの、どういう意味？あ、え？どうしたの？左舷五条港、敵艦出現。距離は？3万です。駆逐艦が3隻。ルクシオールから白波少尉。はい、白波です。急いで戻って。こちらにも敵艦が現れました。何ですって？最初の増援はおとりよ。早く。すぐに戻ります。敵の仮想砲撃が着弾しています。シールド 78% に低下。着弾ポイントへシールドを集中。すでにやっています。ですが、そう長くは持ちません。そんな。シールド 62% まで低下。どうすれば。やれやれです。13。あれほど実戦形式だと言ったでしょう。実戦は不測の事態の連続なのですよ。動力部ダウンという状況設定によって行動不能にもかかわらず護衛の一つもつけないとは。申し訳ありません。そうして謝っても敵は許してはくれません。仕方がありませんね。ロゼル君、出番です。了解。センサーに新たな艦影。いえ、機影を確認。ものすごいスピードで向かってきます。友軍の識別信号確認。これは紋章機。クロノストリング反応は？あります。出力パターンが兵糧制御と酷似。やはり紋章機のようです。紋章機、どうして。
駆逐艦全滅。 UPW 本部より模擬戦闘終了の合図です。何なのあの機体は。ふん、まずまずといったところですね。白波よりルクシオール。あ、はい、こちらルクシオール。ココさん、あの戦闘機は。私にもわからないの。どういうことです。とにかく模擬戦闘は終了です。速やかに帰還してください。あ、わかりました。あのカーチューさん。何でしょう。できれば説明をいただきたいのですが。あの紋章機のですか。はい、 UPW 本部にて開発者から直々に説明があるはずです。それよりも今のあなたにはもっと気にすべきことがあるのでは。オペレーター、模擬戦闘終了時のシールド残量を報告。あと 12% です。これが実戦だったらどうなっていたかお分かりですね。ふん、とにかく当艦は予定通りセントラルグローブに入港します。それまでに計測データを報告書にまとめておいてください。いいですね。はい、私は自室に戻ります。終わりましたら連絡を。わかりました。では失礼。